ございます。今日はこれからマイメロカフェに行く時の準備動画を撮っていきたいと思います。では Get Ready With Me スタート。スキンケアはもう終わらせている状態なので、一回スキンケアの油分を取ってカラコンつけていきます。今回の動画は毎日メイクとほぼ変わらないので説明はなしにやっていきます。カラコンが入りました。そしたらメイクしていきます。眉毛サロンにこの間行ったんですけど、もう結構生えてきてて、もうなんか自分で剃っちゃダメって言われてるので、ちょっと生やしっぱなしなんですけど、結構生えてきちゃったんですけど、気になさらず進めていきます。マイメロカフェに行くということで、またカフェのね動画は別でアップしようと思ってるんですけど、札幌にねマイメロカフェが今期間限定で開催されてるっていうことで行ってくるんですけど、このピンもね今日はマイメロ、今日はっていうかマイメロちゃん以外のこのサンリオのピン持ってないんですけど、まあピアノちゃんだけど、これは昔から動画を見てくださってる方は知ってる方も多いと思うんですけど、アカウント名が昔マイメロっていう名前を入れるほどマイメロが好きだったっていうね。マイメロいつから好きなんですかとか、なんで好きなんですかって言われるんですけど、お願いマイメロディっていうのが私が 3,4 歳かなの時に放送されてて、それが好きで見てたんですよ。それで好きっていう感じなのでね、結構昔からマイメロちゃんは好きなんですけど、なんか昔はマイメロちゃんの見た目とかっていうより、そのマイメロちゃんの番組が好きだったんですけど、今はもう番組がやってないのでグッズとか買ったり、あとなんだろう、サンリオのカフェが新宿かなで開催された時も行ったんですけど、札幌にできたの行ったことない気がする。前にキキルナちゃんは札幌にパルコに来たんですけど、楽しみです。でね、ニキビがまたねマスクで荒れちゃってて、今また治してるんですけど、皮膚科の薬でね治るのに時間がかかるんですよね。皆さんはマスク荒れしてますか？いや、してない人いないんじゃないかっていうぐらいマスクあれしない、この時期すごい嫌なんだけど、ニキビほどいらないものないってぐらいニキビが嫌なんですけど、全部カバーしていきます。今日はゆるくやっていきます。って言ってもね、あと1時間半後には出なきゃいけないんですよ、家を。やばい。なのでゆっくり撮っている暇はないんですけど、せっかくなので動画を撮りたいと思って撮ってます。今日はマイメロカフェに行くということで、ちょっとマイメロちゃんっぽいようなピンクメイクをしていきたいと思っていて、まあ、アイシャドウとチークぐらいかな、ピンク使うの。よくサンリオキャラクターでマイメロちゃんの次に何が好きですかって言われるんですけど、なんかマイメロちゃんをねずっと推してるから、次に何が好きっていうのはね、なんだろうって思って、なんかキキララちゃんも可愛くて好きだし、メルちゃんも好きですね、可愛い。ピューロランドはね2回くらいしかまだ行ったことがないので、赤ちゃんっていうかすごいちっちゃい時に1回行ったのはもう記憶にないので入れないということで、記憶上2回なんですけど、まあでも人生では3回ぐらいなのかな。ピューロランドもねまた行きたいですね。パウダーしていきます。最近北海道はもう割と、まあ、今日はそんな寒くないんですけど、寒い日は本当に寒くて、もう長袖です。普通に長袖のパジャマになってきました。なんかこの間まで暑いって言って、まあ暑いって言っても北海道そんなねすごい28度で暑いって言ったら多分怒られちゃうと思うんですけど、でも私ほんと暑いの苦手で、28度でもダウンしてるので、前東京行った時にめっちゃ暑すぎて具合悪くなっちゃいましたね5、6月に行ってもすっごい暑くて、東京ちょっと夏行くのはちょっと私には無理だなと思った。北海道の夏は涼しくておすすめだと思います。多分30度越すことがねあんまりないかな。32度になった時もあったけどね、2日間か3日間とかあった気がする。でもねその分北海道冬がすっごい寒いから、冬来たら多分マイナスが当たり前なので、結構寒いの苦手な人は危険かもしれない。北海道に来たことある方いますか？北海道の
おすすめをね、よく聞かれるんですけど、北海道のおすすめは、私はいつも聞かれたら、キノトヤのソフトクリームをね、おすすめするんですけど、キノトヤのソフトクリーム本当に美味しいので、ぜひ食べてみてください。北海道に来たら。めっちゃ美味しい。まあ、北海道のね、ソフトクリーム多分どこのでもっていうか、美味しいかなとは思うんですけど、本当美味しいので、おすすめです。いやなんかまた生えてきてるので、ちょっと描きにくいんですけど、まあでも、ね、理想の眉毛に近づくのって難しいね、本当。眉マスカラしていきたいと思います。眉毛がさ、綺麗に描ける人、本当羨ましいな。まあ、眉毛サロン行ってから、眉毛に描ける時間は少なくなったかなと思うんですけど、描くのがすごい苦手。得意な人が羨ましい。後でぼかすので、とりあえず眉マスカラを塗ったので、他のメイクしていきたいと思います。アイシャドウ、そうだ、クリスマスコフレの発表っていうか情報解禁みたいなされたじゃないですか。皆さんどこか気になるところありますか？ジルスチュアートもね、すごい可愛かった。これクリスマスコフレのアイシャドウなんですけど、なんか今年はねケースに入った感じだったよね。なんかこのカラーはふんわりつくっていう感じかな。なんかジルスチュアートのアイシャドウってすごいなんかね、透明感がある感じのすごいキラキラした可愛い女の子にさせてくれるような、もう素敵なねコスメなんですよ。まず見た目からして可愛いのと、アイシャドウの発色もなんか他のアイシャドウ、似てるアイシャドウをこう手の甲に出してもなんか透き通った感じのね、ジルのコスメ使ったことある方ならわかると思うんですけど、このねキラキラといいこの感じがすごい好きですね。かわいい。眉毛の色をなくしていきます。眉毛の存在感を消していく。もう次の眉毛サロン予約してるので、それまでちょっとこのボッサボサ眉毛と我慢ですね。 OK、 涙袋描きます。なんか涙袋に使ってるコスメがもうすぐなくなりそうなんですよ。このセザンヌのずっと使ってるやつ。なんか涙袋におすすめのアイシャドウがあったらぜひコメントで教えてください。なんかね、ゆっくり見える可愛い、まあ、最終的にこれに戻ってくるかもしれないけど、まあ、それでもねちょっと皆さんのおすすめが聞きたい。シェーディングをしたいと思います。ノーズシャドウ。じゃあここからはメイクを早送りします。はい、というわけで倍速になっているんですが、チーク塗っていきます。そして続いてハイライトですかね。ハイライトを唇の上や C ゾーン、鼻に塗って、涙袋も作っていきます。ビューラーもして、最近はね結構まつげグインって上げてます。でマスカラ下地を塗ります。下地をね塗るとやっぱり全然違いますね。下にも塗っていきます。そして、眉毛描いていきます。なんかね左右非対称になるので結構頑張って描いてるんですけど、そしてまた涙袋やってるね。眉毛をやってたんじゃないのってところなんですけど、マスカラ下地が乾いたかなと思ったのでマスカラを塗っていきます。メイクする順番とかは特に決まってなくって、どこかのメイクを乾かしてる間に別のところを仕上げたいって思うので、マスカラ下地を乾かしてる間に別のところやったりとか眉毛やったりとかっていう感じでやってます。ちゃんと切開ラインもちょっと引いてますね。でリップは食事シーンを撮る予定だったのでティントを塗りました。はい、メイクが終わりました。そしたら今日着る洋服をちょっと持ってきます。はい、ちょっと今日はこれを着たいと思います。あのマイメロちゃんのカチューシャをつけるので、ちょっとこれがいいかなと思ってこれにしました。じゃあこれを着替えたいと思います。はい、洋服着替えてきました。ただちょっとメイクが終わったのでメイクキープミストで仕上げます。これをするとメイクが崩れにくくなるのでおすすめです。ちょっと乾くまで待ちます。メイクキープミストが乾いたので髪コテを温めていきます。今日はこの太い30何ミリのやつを使います。太いやつ、前髪切ったんですけどね。今日は内巻きにしていきます。小さい時からずっとお母さんに髪をやってもらってて、お
母さんが美容師だからっていうこともあって、これ自分で今までねやってこなかったので、すごいねこう自分でやるの苦戦してるんですよいつも。でもね、ゲットレディーズミーの時は自分でやろうと思って頑張ってます。やってもらってばっかりだとね、美容師の娘でもできないっていう、美容師の娘だからなのか。でも内巻きは簡単なんですけど、くるって巻くのにねまだ慣れてないんですけど、少しずつ頑張ります。こんな感じできてるのかな。たら前髪をやっていきたいと思います。前髪はいつも自分でやってるので割と大丈夫かな。なんか後であっちでカチューシャをつけるので、こうヘアアレンジはね今回別にそんなにしなくてもいいかなと思って、いいってことにしよう。たらちょっと一回カチューシャつけてみます。これをいい感じ。はい、というわけで今回はマイメロカフェに行く準備、ゲットレディウィズミーを撮ってみました。今から準備していきたいと思います。マイメロカフェでの YouTube はまた別でアップさせていただきますので、ちょっと待っててください。では最後までご視聴ありがとうございました。少しでも見てて楽しかったなとか、一緒に準備した気分になれたなって思ってもらえたら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、メルカリもやっておりますので、よかったらそちらのフォローもぜひぜひよろしくお願いします。ではバイバーイ。では私は今から行ってきます。